か香港健太チャンネル、健太です。おはようございます。今日も早速やっていきましょう。おはようございます。本日6月23日、現在6時45分です。本日最高気温は29度、最低気温25度で曇りのうち雨です。皆さん傘を忘れずに出かけてください。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は7名でした。うち7名が国外からの入国者で、国内感染者は0でした。死者0名です。またこの7名のうち1名がカタールから、1名がインドネシアからでした。以上コロナ感染者数でした。次にコロナワクチン接種者の数をやっていきたいと思います。2日前の状態で1回以上のワクチンを接種完了している人たちが197万飛んで934名、人口の約 26.3% です。また必要回数、要は2回以上のワクチンを打っている人たちが129万5674名、人口の約 17.3% でした。かなり進んできてますね。1回目がかなり増えてるな。ということで以上ワクチン接種者の数でした。さあ本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在7時26分、ビットコインの価格は 32,377.14 ドルでした。ここ24時間の値動きを見ていってみましょう。最高がどっちだろう。あ、こっちだな。昨晩というか今日の午前ですね、深夜2時39分でビットコイン価格 33,216.01 ドル、最低がこれすごいね、28,993.67 ドル、昨日の夜9時頃ですね、9時54分か、ほぼ10時ですね。うわ、3万ドル切った時間帯があったのちょっとびっくりしましたけど、すぐに、反発してね、3万ドル台に戻ってきてくれたので、まあこれは何があったんでしょうね。ということで、ビットコインの価格でした。続きましてね、私のマイニング量について話していきたいと思います。こんな感じ。いやー、ここのとこね、ちょっと価格の動きが激しいせいもあってですね、ビットコインなんとですね、4時間ごとで最大 0.0 が3つ、10984、これ昨日の夜中の12時ですね、 US ドルにして約 3.3 ドル、まあ、通常 2.1 ドルぐらいっていう話をしてた頃、 3.3 ドルは大きいですね。その代わりですね、最低が0が4つ、 0.0 が4つ、5757 なんか縁起良さそうな数字なんですけど、US ドルにして 1.73 ドルと、まあ、ビットコインの価格が下がってるというのもあるんですが、ビットコインで見てもちょっと低めの、今日の午前4時の、マイニング量でした。まあ、でもね、全体的に今回すごくいいですよね。ビットコインで見ると 0.0 が4つ、7とか6とかがほとんどなので、ここ数日で一番いいマイニング量だと思います。以上ビットコインマイニングの話でした。さあ、今日は何を話そうかなと思ってたんですが、ここ数日で一番大きな話題を生んでいる、香港のアップルデイリーについてちょっと話していこうかなと思います。このアップルデイリーね、私自身すごく、お世話になったニュースなんですね。どれぐらいお世話になってたかというと、もう本当結構ね、20歳ぐらいの時から私が読む、私新聞を読むのがすごい苦手で、文字に書いてある新聞とか絶対読まなかったんですね。でも、このアップルデイリーっていうのがね、一番最初にやり始めたのが動画新聞だったんですよ。でこの動画新聞っていうのがね、まあもちろん動画なので、音と映像でね、あのニュースを教えてくれる。しかもまあその当時からすごく画期的にね、あのアニメーションもなかなか面白くですね、どんな事件がどういうふうに起きたのかとかですね、そういうのをですね、動画でこう教えてくれるっていうのでですね、まあリンゴ日報必ずアプリとしてはインストールしてた気がします。でまあそんなリンゴ日報が
ついにですね、実は私毎朝このリンゴ日報からニュースをいただいてコロナニュースの話とかしてるんですが、このリンゴ日報のニュースの更新が、昨日の12時、夜中の12時で、更新が終わってしまいました。で、その、リンゴ日報が続かなくなった理由としてはですね、政府に、銀行口座をこう、ね差し押さえられてしまって、で、国安法っていうね、わけのわからない、今の、へんてこな法律なん、最近できた法律なんですけど、それによってですね、いろいろとこう、ということでね、アップルデイリーインターネットの更新は確か昨日の夜中の12時で終わりました。なので、今までこのコロナのね、どこからの入国者だったのかっていうのはアップルデイリーから私はニュースをもらってやってたんですけど、このニュースのソースいろいろと他のところで探してみてるんですけど、アップルデイリーほど綺麗にまとめられている新聞紙がなくてですね、今後、どこからの入国者かっていうのはもうやらないかもしれません。アップルデイリーが続けてくれればやりたいんですけどね。ということで、あとは香港市民がですね、やっぱりアップルデイリー、私もですね、やっぱりアップルデイリーがなくなるって気がついてからやっぱちょっと心痛い。やっぱ子供の頃っていうか、子供じゃないか、でももう成人はしてたんですけど、社会人になりたての頃からね、ずっとやっぱ見てきた新聞紙って言っても、僕は新聞紙見てないんですけど、ずっと見てきた動画とかね、ニュースとかを配信してるのをずっと見てきてたんで、やっぱ香港が香港でなくなる、そんな感じを感じてならない、そんな感じですね。本当このやり方、香港政府のやり方がね、本当のはなんていうのかな、嫌だなと、本当一日嫌な気持ちで始まる今日でした。なのでしっかりとアップルデイリー最後まで応援していきたいと思うので、新聞紙購入しました。うちの夫婦はね、ほぼアップルデイリー毎日買ってるので、うちの夫婦はね、結構アップルデイリー頑張って応援したいなと思ってるので、夫婦で気がついた方が帰る時に買っておくっていうのをなるべく実施してます。そんな感じで、この最後の方ね、ちょっと暗い話になってしまいましたが、事務所も近づいてきたので本日ここまでとさせていただきたいと思います。それではジョイキン、またね、バイバーイ。